タイコンデロが砦包囲戦は、現在のニューヨーク州北部、シャンプレーン湖の南端近く、タイコンデロが砦で1777年7月2日から6日にかけて行われた戦闘である。ジョン・バーゴイン中将が率いる8000名のイギリス軍が、砦より高い位置にある陣地を占領し、砦の守備隊を包囲する寸前にまで迫った。この動きによって、砦を守っていた。 アーサー・セント・クレア将軍の指揮する大陸軍3000名は、トリデとその周辺の防御陣地から撤退することになった。いくらかの砲撃が交わされ損失も出たが、肩の上の包囲戦も海戦もなかった。7月6日に、バーゴイン軍がタイコンデロガトリデとインデペンデンストリデを無抵抗で占領し、その前衛隊は退却する大陸軍を追った。 タイコンデロガトリでは事実上難攻不落と広く信じられており、アメリカの防衛のためには重要な地点だったので、これが抵抗もなく落ちたことはアメリカの世論と軍事集団の中に大騒ぎを引き起こした。セントクレア将軍とその上官であるフィリップスカイラー将軍は大陸会議に非難された。この二人とも軍法会議では無罪となったが、その軍歴は傷つけられた。 スカイラーはこの軍法会議の時までに、その指揮権をホレーショ、保冷所ゲイツに引き渡しており、セントクレアは、アメリカ独立戦争において、以後、野戦指揮官に就くことはなかった。アメリカ独立戦争の初期にあたる1775年9月、大陸軍はカナダ侵攻作戦を開始した。この侵攻は1776年5月に、ケベックに到着したイギリス軍の大部隊によって、 大根でロガトリでまで追い返され、7月には悲惨な結末で終了していた。1776年10月に起こったバルカー島の戦いでは大陸海軍の小艦隊がシャンプレーン湖で敗北した。しかし、イギリス軍はシャンプレーン湖で艦隊を建造するために時間を費やしたために、ガイカールトン将軍は1776年中に、 タイコンデロがトリデを襲う目論みを中断した。その前衛隊はトリデまで3マイルのところまで迫っていたが、作戦行動を行うには季節的に遅かったことと、冬季に小岩の平坦線を維持することが難しかったことのために、その軍隊をケベックまで引き返させた。ジョン・バーゴイン将軍、ジョシア・レノルズがジョン・バーゴイン将軍は1777年5月にケベックに到着し、 そこに結集したイギリス軍を率いて大ンデルガとハドソン川流域の支配権を獲得し反乱軍の領域を2分することを目指して南に進行する準備をした。その軍隊は第9、第20、第21、第24、第47、第53及び第62不評連隊で構成された。さらにケベックに守備隊として残されていた。 他の連隊の一部中隊も帯同した。警府兵と中隊が前衛隊を形成し、サイモン・フレーザー巡将が指揮した。残りの正規兵は、ウィリアム・フィリップス少将の指揮で軍の右翼を、リーデゼル男爵の指揮するドイツ人傭兵部隊が左翼になった。リーデゼルの部隊はレッツ、リーデゼル、シュペヒト、バーナー及びヘッセン・ハナウの連隊で構成され、その他に、 敵団兵一個連隊と馬のない竜騎兵一個連隊があった。これらの部隊の大半は1776年に到着しており、大陸軍をケベックから追い出す作戦に参加していた。バーゴイン軍の正規兵総数は約7000名だった。これに加えて約800名のインディアン戦士と比較的少数のカナダ人とロイヤリストがおり、これらは主に石膏と遮兵偵察に使われた。 さらに1000名以上の文民も帯同しており、その中には妊娠中のリーデゼール男爵夫人とその幼い子供たち3人も含まれていた。これら非軍人も含めると、バーゴイン軍の総勢は1万人を超えていた。バーゴインとカールトン将軍は6月14日にシャンプレーン湖北端に近いサンジャントリデで軍隊を左越した。6月21日にはこの軍隊を運ぶ艦隊が、 古城に揃い、6月30日には、南の守備隊がいない、クラウンポイントトリデに到着した。インディアンや前衛隊が効果的な射兵を行っていたので、大根デロがトリデに駐屯する、大陸軍守備隊は湖を進んでくる敵軍の、正確な位置も勢力もわかっていなかった。バーゴインは、その途上で、大行で、もったいぶった分隊のアメリカ人に当てた、宣言書を書いていたが、 その文章で、バーゴインは、有名になり、かつ批判やパロディ化されることが多い。アーサー・セント・クレア将軍、チャールズ・ウィルソン・ピールが大陸軍は1775年5月に、タイコンデロがトリデとクラウンポイントトリデをそこにいた、小さな守備隊から奪って、以来占領していた。1776年と1777年、タイコンデロンがトリデ周辺の防御陣地を強化する。 努力を続けていた。東のインデペンデンス山には、インデペンデンストリデを構築し、北西のホープ山も防御が施された。タイコンデロガとインデペンデンス領トリデの連絡を図るためにラシュート川の川口近くに湖を渡す、船橋が建設された。タイコンデロガトリデの指揮官は1777年初期に何度か変更された。1777年まで、 フィリップ・スカイラー将軍が大陸軍北部方面軍の指揮をとっており、ホレイショ・ゲイツ将軍がタイコンデロガトリでの指揮官を務めていた。1777年3月、大陸会議は北部方面軍全軍の指揮権をゲイツに与えた。スカイラーがこれに抗議したので大陸会議は5月に命令を取り消し、この時ゲイツはスカイラーの下で使える気がなかったのでフィラデルフィアに戻っていた。 砦の指のはバーゴイン軍が到着するわずか3週間前に砦に来ていたアーサー・セントクレア将軍に渡された。砦の全体は大陸軍の小勢力の数個コ連隊とニューヨークなど近在の植民地から来た民兵隊が守っていた。6月20日にセントクレア及びスカイラー将軍が作戦会議を開き、砦の原勢力は始祖合わせて、 有効数で2500を下回っており、守るには大きく不足していること、及び撤退の準備をするのが懸命であることという判断がなされた。その結果2つの経路を通って撤退する作戦が立てられた。最初の経路は水路によって湖の航行可能な南端であるスキンスボロに向かうものだった。2つ目の経路は陸路東のニューハンプシャー直居地ハバードトンへの険しい。 道を進むものだった。シュガーローフと呼ばれたコーチが大コンデロガとインデペンデンス両トリデを見下ろす位置にあり、そこに大型の大砲を据えれば両トリデは守ることができなくなるものだった。この戦術的難点はゲイツが指揮官の時にジョン・トランブルが指摘していた。トランブルとアンソニー・ウェイン及び負傷していたベネディクト・アーノルドがその頂上に登り、砲がを引き上げることは 可能だろうとコメントしていたのだが、イギリス軍がその高みに大砲を据えるのは、不可能だと信じられていた。シュガーローフの守りあるいは、それがないことは、タイコンデロガトリデが、北のジブラルタルと呼ばれ、死守されなければならないという多くの認識によって、複雑にされていた。トリデを放棄することも、小部隊でそれを守ることも、政治的には可能な選択肢と見られてはいなかった。 砦と関連する外部工作物を守ることがそこに駐屯する全軍の使命であり、シュガーローフを守る部隊はいなかった。さらにジョージ・ワシントンと大陸会議はケベックにいることが分かっていた。バーゴイン軍がカイロ・ニューヨーク市に無意味なみから攻撃してくる可能性が強いという見解だった。6月20日の作戦会議の後、スカイラーはセントクレアにできる限り砦をを主し、 かつ退路を塞がれないようにしておくことと命令していた。スカイラーは、オールバニにいた予備隊700名の指揮を取り、ワシントンは、ハドソン側のさらに下流、ピークスキルで4個連隊に出撃準備して、待機するよう命令していた。タイコンデロカの地域を示す1780年の地図7月1日、セントクレア将軍はこの時も4マイル向こうで陣を、 シいた、バーゴイン軍の勢力を知らなかった。バーゴインは、フレイザーの前衛隊と右翼部隊を湖の西岸に進ませ、ホープ山の守備隊を遮断しようとしていた。リーデゼルとドイツ人用兵の部隊は、湖の東岸を進み、インデペンデンス山とハバードトンへの道路を目指す、こととした。バーゴインは7月2日に前進を命じた。7月2日朝、 セントクレアはホープ山の防衛拠点にある守備隊が突出しており、捕獲される恐れがあったので、これを撤退させることにした。そこの文献隊は工作物に火をつけ、フランス防御船まで交代したが、バーゴイン軍前衛が到着する時点よりそれほど前ではなかった。その日の午後、イギリス兵一個中隊とインディアンがその前線に向かったが、損傷を与えられるほど近づかないままに発砲を、 始めた。セントクレアはその配下の兵士たちに敵が近づくまで発砲しないよう命令していたが、ジェームズ・ウィルキンソンがまず一人のイギリス兵に発砲し、訓練の足りない守備兵が一斉に、それに続いた。ウィルキンソンの一撃で、そのイギリス兵を倒し、イギリス部隊が逃亡した。倒した兵士を捕まえると無傷であることがわかり、しかも酒を飲んでいたので、倒れたことが分かった。 セントクレアは捕獲されたロイヤリストのふりをする男と、その兵士を置き換える策略を通じて、敵軍の性格を知った。フレイザーの前衛部隊は7月3日にホープさんを占領した。バーゴインはいくらかの石膏とインディアンに湖の東岸に行って、ドイツ人部隊の前衛偵察を命じ、ドイツ兵のいくらかを西岸に向かわせるようにした。イギリス軍の宿営地は、 大陸軍の前線近くにあるものがあったので、大陸軍の重火の洗礼を受けた。このことがあっても、大根デロガとジョージこの間の陸路に架か,かる橋を、イギリス軍が修繕をすることを妨げなかった。イギリス軍の公兵が、シュガーローフの戦略的位置づけを見出し、ホープんから大陸軍が撤退したことで、そこへ行く道が開けたことを認識した。7月2日から公兵部隊が、 シュガーローフ頂上を切り開き大砲を据える作業を始めた。その作業は大陸軍病に気づかれないよう慎重に進められた。彼らは数日を使って大型大砲数門を斜面の上に引き上げた。バーゴインの目標はリーデゼルのドイツ人部隊が大陸軍の大路を塞ぐ配置についた時にその罠を引けさせることだった。7月4日、大陸軍は 前年のアメリカ独立宣言から一周年を祝すためにいくらかの乾杯をして静かな祝縁を持った。その夜、インディアンがシュガーローフの上で火を灯したために大陸軍に居場所を知らせたので、吸収の可能性がなくなった。7月5日朝、セントクレアが作戦会議を召集し、撤退の決断が下された。取り出の状態は完全に監視されていたので、 動きを知られないように出発は夜半まで遅らされた。セントクレアは補給係将校との会話の中で、取り出を守ることで自分の性格は守るが軍隊を失うか、撤退することで軍を救うが自分の性格を失うことになると言って、その決断に対して予測される政治的反応にはっきりとした示唆を与えていた。積み込むことのできるあらゆる武器に加えて負傷兵。 宿営地に付き従った者たち、及び物資が200隻以上の船からなる艦隊に積まれ、スキーンスボロに向けて、古城を動き始めた。これには、ピアースロング大佐の連隊が付き従った。船の数が足りなかったので、4人の負傷兵が後に、残され、また大型の大砲と、テントから、牛まで、あらゆる種類の物資も残された。軍隊の残りはインデペンデンス山に渡り、 ハバードトン道路を下った。リーデゼルの部隊はまだ到着していなかった。一握りの兵士が船橋のところに残り、イギリス軍が近づけばその上の大砲を発砲することになっていたが、翌朝実際にイギリス軍が到着した時にその兵士たちは酒で酔っ払っていた。イギリス軍は一発の銃弾も放つことなく、砦を占領し、フレイザーとリーデゼルの部隊から文献隊が出て、 ハバードトン道路を撤退する大陸軍の追跡に出発した。一方、バーゴインは部隊のいくらかを急ぎ行わ渡ってスキーンスボロに向かわせた。大陸軍が撤退する前の小競り合いで少なくとも大陸軍病7名が戦死し、11名が負傷した。イギリス軍の損失は集計されていないが、小競り合いで少なくとも5名が戦死していた。大陸軍は、 ハバードトン道路をうまく進んだ。部隊の大半は7月6日の夜に30マイルの皇帝にあるキャッスルトンに到着した。7月7日にイギリス軍追跡部隊が大陸軍公衛に追いついてハバードトンの戦いが起こったが、このことで大陸軍主力の逃亡を可能にし、最後はエドワードトリデでスカイラーの部隊と合流できた。船でスキーンスボロに逃げた。 大陸軍の小部隊は、バーゴイン軍前へとアントリでの戦いを行ったが、スキーンスボロの小競り合いで、装備や多くの病人及び、負傷兵を放棄するしかなかった。タイコンデロガトリでの対戦は、バーゴイン軍の進行速度を実質的に遅らせることができなかったが、バーゴインは、タイコンデロガ地域の守りのために900名以上を残し、スキーンスボロでは散らばっていた部隊が再集合するのを、 待つために7月11日まで止まった。その後、スキーンスボロとエドワード砦の間では、材木で埋まった道路を進むために遅らせられた。これは、スカイラー軍が樹木を切り倒して、道に転がし、湿地では橋を破壊していったためだった。バーゴインのこの作戦は、最終的に失敗し、サラトガの戦い後に降伏を強いられた。ゲーツ将軍は11月20日に、 ジョージ・クリントン知事に宛てた報告書でタイコンデロガとインデペンデンスの砦は退却するイギリス兵によって放棄され焼かれたと告げていた。イギリスをジョージ三世、アラン・ラムゼがタイコンデロガ砦からの撤退後に正解と大衆の非難が凄まじかった。大陸会議は衝撃を受けてスカイラーとセントクレアの責任を問うて批判した。ジョン・アダムズは 我々は一人の将軍を射撃するまで基地を守ることはできないと思うと知るし、ジョージ・ワシントンは、それが悔しさと驚きの出来事であり、私の理性の範囲内では理解できないと語った。セント・クレアとスカイラーは退却と引き換えに賄賂を受け取った裏切り者という噂まで広まった。スカイラーは最終的に北方方面軍の指揮官を外され、ゲーツ将軍にすげ替えられた。 アイコンデロがトリでの陥落がその理由に挙げられた。セントクレアは指揮官を外され、審問のために作戦本部に送られた。セントクレアは、その行動が名誉あるものであると主張し、軍法会議での左門を要求した。その軍法会議は、ワシントンに対する政治的陰謀が露見したために1778年9月まで開かれなかった。セントクレアは、 完全に無罪が証明されたが、その後は野戦指揮官の任務を与えられなかった。スカイラーも軍法会議でいかなる悪人も証明されなかった。この大ンデロが陥落の知らせはヨーロッパの新聞のヘッドラインを飾った。イギリス国王ジョージ3世は薄着の女王の部屋に飛び込み、私は奴らを叩いた。私はすべてのアメリカ人を叩いたのだと叫んだと伝えられている。 フランスとスペインの宮廷はアメリカ人を支持し彼らにその港を使うことを認め貿易も行っていたのでその知らせに不満だった。この結果はイギリスを大胆にさせフランスとスペインにアメリカに対する港を閉じるよう要求させた。この要求は拒否されヨーロッパ列強の間の緊張を高まらせた。 北43度50分29秒、整形73度23分17秒、北43.84139度整形73.38806度、43.84139-73.38806。ありがとうございます。